こんにちは、にじこです。最近Damnを聞くとね、Damn、もう自動的に大工の棟梁が浮かんできちゃうんです。どうしましょう。もう自動的なんです。あれのせいですね、藤井風テレビ、まあそれだけ毎日見てるからってことでもあるんですけど。はい、そんな風さん、髪切りましたね。インスタのポストに上がってましたけどね。なんかいきなりすごい、なんでしょう、この爆笑というか変顔というか、すごいお顔の風さんが飛び込んできて、なんか一層若くなりましたね。表現がおかしい、若いんですよ、若いんだけどね、なんかね、なんかデビュー後こんなに短いの初めてじゃないかなって思ったんだけどね。デビュー前はね、短い時ありましたけどね、なんか新鮮な感じですね、この短いのは。でなんか若いな、だからおかしいんだけど若いなっていう感じがしてね、まあ何してもお似合いですけどね。なんかその一個前のポストがちょっと綺麗めすぎたから、そのまた緩和するためなんですかね。これね、これよく見たらおかしいんですよ。着替えの途中ですよ。なんかなんだろう、 T シャツかタートルかなんかをこうかぶって脱ぐとこか着るとこかわかんないですけどね。でこの顔メイクがつかないようにこの布不織布かぶって、これどちらかというと裏の顔っていうか見せちゃいけない部分じゃないですか、準備の。だけどそれが美しいって何ですか。もうやめてくださいって感じですね、本当に。はい、そしてですね、それでその藤井風テレビがね、なんかシソンヌさんとのやり取りで特典映像 のオフショットの、ね、会話のところで、ピアノは耳コピでってそれネタになりそうってシソンヌさんが言ったら、じゃあ次回はってね、風さんがボソッと言ってたけど、ってことは次があるのかなってね、期待しちゃいますよね。ね、ジュンさんもありありのありだなってね、ほんと。それからまあ私はまだティーザーを引きずってるんですけど、引きずってるって言い方おかしいけど、やっぱりヒートツアーのねティーザーでズッツさんが来年活動休止したいって言ったら、それはそれで全然っていう短い一言、これがなかなかに波紋を呼んでますよね。まあ私はもう風さんが思うようにやらしてあげたいから、風がそう言うならもう全然 OK よ、休めばいいよっていう、もう風さんを全面的にもうなんか守ってるというか応援してるというか、風さんのもうなんて言うんだろうな、もう人生そのものを背負ってるわけじゃないんだけど、もうなんか全部受け入れ肯定して、もう言うがまま、それでいいよいいよいいよっていう、そういうことの表れの言葉かなって私は思ったんだけど、だからこれを表面で受け取って、じゃあ来年その可能性があるのとか、そういうことではないと私は思ってるんですけども、なんかそのね、この言葉でもいろんな受け取り方があって衝撃を受けたじゃないですか、私たちが。って思ったんですよ。これをね聞いた本人風さんはね、どう思ったのかなと思ってね、どんなにこの言葉が響いたことでしょうと、どんなに嬉しかったかと思ったんですよ。もうもちろんもう全幅の信頼を置いてるね、世界で一番男前やと思っとるっていうズズさんですからね、もうもちろんねそういう気持ちがあることも分かってたかもしれませんけど、言葉にしてこう言われたらね、
どんなに嬉しかっただろうと思ってね、ますます2人の関係は強固なものになりますよね。うん、いいな本当、もう羨ましいこんな関係が、うん、なんて思っちゃって、うんね、そう、そしてそれからね、まあ、それにもつながるんだけど、花ウィンドさんがね、ディスク1ディスク2ってねなってたから、これ配信 DVD 化されないかなって、これ多くの人が言ってますけどね、円盤化してくれないかなってね、うん、あとあの Google Pixel の CM、 あれも自分らしさってなんだろうっていう、あの風さんのイケボのね CM、 赤いコートのあれもあの時だけだったじゃないですか。で1回こっきり、まあ2回やったかな、うん、あんな素晴らしいものなのにあれっきりってのがね惜しいなって、まあその Google さんのところでまだ見れたかな、見れるよね、うん、だけどもテレビで何回も CM で流せばもっとたくさんの人に見てもらえるじゃないですかね。でもなぜそれをしないんだろうって私も思ったんですよね、うん、これもだから円盤化ね、してほしいとかね、うん、そういう声もいっぱいあったんですが、これも思ったんですけど、まあこれもズッツさんの考えかな、そのなんか一瞬だけっていう希少性そして儚さに意味があるのかなと、意味を持たせているのかなって、大事な大事な藤井風をむやみに披露しないっていうことかなと、考えすぎかもしれませんよ私の。でもなんか今までのねやり方というか、あの風さんのこうあのメディアへの出し方なんかを見てると、本当に吟味して吟味して選んで選んでってやってるのが伝わりますよね、うん、だからこう、はい、ちょっと俗っぽい言い方すれば安売りしないっていうのか、本当にあの大事な大事なうちのダイヤモンド、そうそう簡単には見せられまへんでっていう、なんかそういう感じをね、うん、私は感じて、だからこそそのあの Google Pixel のあの素晴らしいね5曲ね連結のあの CM、 あれも2回だけっていうね、そういうことなのかななんて思ったりしました。知らんけど、はいはい。でももうズッツさんの本当にあの風さんを思う気持ちはもう本当すごいですね、もう家族以上かもしれないって思っちゃったねえ、うん。そしてあ、これもねこのコメントでねすごい私共感できるなと思ったんですけど、クロクロさんがね、なんか風さんの歌を聴いてるとね、もうずっと聴き続けてるのにある時ふと神聖な気持ちになる時があって、段階を経ていく感覚があるって、あ、自分が新しい自分に変化していく感覚がある、なんでやろうねって、これすごいわかるんですよ。なんかね私特にねなんなんがね聞くたび新鮮なんですよね、聞くたびドキドキするってあの MV なんか見るたびドキドキするっていうね、もう2年前からねもう毎日聞いてるの、毎日のように見てるのにね、なんだろうってこれすごい不思議だし、あとその時によってその日によってでしばらくして、あの久しぶりに見た動画とかでハッてする時があるんですよ、あそういうことみたいな受け取り方がね変わるみたいなね、こちらがもう何度も気づきをもらえるんですよ、もう不思議ですよね。で昨日お会いしたリスナーさんとも話してたんだけど、本当に風さんの歌詞っていうのは簡単な平易なもう小学生でも分かるような言葉しか使ってないのに、なぜか深いところまでこう私たちの心の奥底にまでこう染み渡り、そして気づき目覚めを起こし、
意識を変えるというね、何なんでしょうこれ、もう何ですかって言いたくなる、本当にね、そういう人なんですよ本当に、うん、単なる陽キャなふざけた人じゃないです、はいはい。そして、楓さんからね、これはちょっとご連絡ですね、皆様に。私も前回見れなかったんで、今回は録画してるんですけど、2月に放送された NHKBS プレミアムの J-POP 黄金のヒットパレードが、5月15日日曜日の13時29分から再放送されますって。で、郷ひろみさんの時にね、藤井空さんが、トランペットを吹いてるというね話題になりましたよね。風さんもね、お姉さまと一緒に多分ご覧になってたんじゃないかというインスタのポストからね、うん、思いましたけど、ということなんで皆さんよかったら5月15日13時29分からね再放送あるので、 NHKBS プレミアム J-POP 黄金のヒットパレードね、藤井空さんご覧になることができますよ、うん。そしてもう一つ教えてもらったのが、ゆずきさんから、ゆずきさんは、それではがね、とても良かった。これもね、私も思ったんですよ。今日ね、朝からそれではをなぜか聞きたくなって、そして聞いてたらね、歌詞をちょっと、あれと思って歌詞をこう、しみじみ見ながら、聞いてたら、これは今の時代のことを歌ってる？いや、たまたまかとか、まさにでも今の時代にね、すさんだこの地にもうすぐ春が来るとかね、幾重の闇とか、もやが邪魔をするとかね、本当にいつか行き着く場所ね、なんかそこに行くにはこう、紆余曲折いろいろあるねみたいなね、なんかすごくみんなへのなんか寄り添う励みになる、エールになる優しい歌だなと思ったんですよ。そしたらゆずきさんもね、本当にちょっとウクライナにも早く春が来てほしいですって、深読みすぎますかねって、いやいいと思いますよ、もうそう感じたらそういうことなんだと思うんでね、うん、なんか本当に聞くたび気づかされます、いろいろいろんな思いがこう勝手に浮かびますね、うん。それでね、さらにね、フランスのジャーナル・デュ・ジャポンっていうのかな、に風さんの記事があって、彼には人への深い愛、優しさ、ピースのメッセージがあるって書かれてたということです。フランスのね記事、フランスでもそんな風にね書かれるって、もうやっぱりもう轟いてますね、あちこちにね、うん。そしてヤフーニュースもね、藤井風さんの、お笑い、音楽とお笑いの融合っていうね、アイラの記事ですね、これがちょっと載ってたんでね、読んでなるほどと、本当にそうだなと思ってね、ちょっとご紹介するとね、ちょっとコミュニティでもちょっとこれ記事紹介したんですけど、昔はよくねコント番組にねミュージシャンとか出てたりとかありましたけど、もう最近は本当そういうコテコテコントってあんまりなかったんじゃないですか、私も、あんまり見てないんで知らないですけど、でも なかったみたいですね、やっぱり、うん。で、久しぶりにそういうものをね見たと。そして、うん、ね、その今本当に話題の人、紅白にも出てもうすごい話題の人が、まさかのそのね、お笑いが好きだと言って本格的にコントに挑戦って、なかなかこれびっくりすることですよね、うん。ミュージシャンとしての藤井風の魅力は、圧倒的音楽的センスと豊かな表現力、浮世離れした端正な外見、うんうんうん、ピュアで素朴なキャラクターである、うんうんうん。藤井風テレビではそんな藤井の素材の良さそのままを生かしたコントが並んでいた。そうなんですよね、なんか本当にね良さを生かしてたっていうのが分かりましたよね。
無理になんか変なお笑い笑わせようみたいな、なんかそういうあざとさもなくて、でなんかこうお客様を持ち上げる的なそういう感じもなくて、そういうのって結構見ててこっちも辛いじゃないですか。あ、笑わせようとして一生懸命持ち上げてるなみたいなのが伝わるとね、そういうのもなくて、本当にシソンヌやヒコロヒーさんと一緒に並んでる一員、メンバーの一員、まさにそういう感じでね、うん、そこがやっぱりね、シソンヌさんとヒコロヒーさんのプロとしてのお笑い芸人のプロとしての素晴らしいとこだなって本当思ったし、うん、お二人のこと私はよく知らなかったけど、うわ、この人たちは本当に頭のいい、なんか、そして本当にプロ根性でこの風さんという人をね、いきなり一緒にやることになった、このお笑い好きだけどお笑いでは素人、その人とどうやるかっていうのをすごく考えてくれたんだろうなって感じたし、でお見事って感じでしたよね。うん、本当に自然でしたよね。うん、でこの表現素晴らしい。触るもの全てを黄金に変えてしまうギリシャ神話に登場するミダス王のように、藤井が動けば全てが音楽になる。どうですこの表現、もういい、この書いた人。いやでもこれなんとなく私はこのミダス王って知らないんですけど、でもこの感じはとても分かります。昔もう風さんが歩いたら枯れ草もみんな花が咲くんじゃないかとかってそんなことを思ったことがあって、まあでもそういう感じしませんね。本当に冷静に私はそう思いましたよ。だってほら1年前のビバラの時に風さんがラララララブソングをねやったじゃないですか、歌ったじゃないですか。あの時にバンドのお一人の方がリハーサルで風さんが入ってくるとライトがポワーンと明るくなったって真顔でおっしゃってて、そういうことがあるんですよ本当に。うん、わかります。すごく、ああ、あるでしょうねって感じがしましたもん、その話聞いてて。うん、ねえ、でね、本当にシソンヌさんとヒコロヒーさん、最近の若手の中でも突出した演技力と落ち着いた雰囲気のあるメンバーだって。やっぱりそうなんですね。で醸し出す空気は藤井の世界観と見事に調和してきた。調和してましたよね。そしてちゃんと風さんのミュージシャンとしての発揮する部分もあってね、これがもうこの何でしょう、お笑いとね、ミュージシャン藤井風のこの見事な融合というか、もう素晴らしかったですね。うん、視聴者にやっぱりすごい人なんだと思わせる彼の声にはそんな問答無用の説得力がある。ありますありますね。え、本当改めてね、芸人のお二人さ、お三方もすごいなと思ったし、プロってすごいなと思ったし、そしてその自分がじゃなくて、こう融合させてみんなが輝くようにってさせるプロの方の力ってすごいなって思ったし、で風さんのお笑いセンスも発揮できてたし、本当に100点満点でしたよね。うん、なんて偉そうなことを思いました、すいません。はい、そしてね、ちょっと全然話がまた違うんですけど、これはね、キョンキョンさんからとカズママさんからもいただいたんですけど、東京2020オリンピックサイド A ね、もうすぐ映画ありますけど、これの試写会があると。5月23日に、試写会、場所は東京です。で18時30分開演でね、登壇者は河瀬直美監督以上予定だけどね、出演者の予定は変更になることもございますので、あらかじめご了承ください。もしかしたらってつい思っちゃいますよね。まあでも風さん、ライブの
期間なんで、23日もあったっけ、まあちょっと無理かもしれませんけども、50組100名様ご招待ということでね、うん、完成披露試写会開催決定ということですよ。まあ応募が、いつまで13日までだったかな、応募できるんで、よかったらいけそうな方は応募してみたらいかがでしょうかね。キョンキョンさん、カズママさん、ありがとうございますということで、なんか今日もはい、いろいろ話してしまいましたが、もう風さんについて話すことがありすぎて困るんです、いつも。いや困らないです、嬉しいんですけどね、はい。ということで最後はこの謎の美しい風さん、マネキンのように美しい風さんで終わりますが、はい、今日もありがとうございました。ではまた。